めっちゃいい香りしてきた。こうやってつくと、はい、ごまの中の油が出ずに、はい、サラサラにごまがただ自然に潰れていくだけなんですよ。ごまのすり鉢でやるとねべちゃっとなるのは、はい、あれはごまを傷つけて潰してるから、はい、油分が出ちゃってるんですよね。こうすると香りが中持ちして、こんな感じです。ありがとうございます。ちょっとうち粗摺りなんで少しこう粒が残った感じで食べてもらうのが一番美味しいので、すりすぎると、はい、食感がなくなって美味しくない。トルコ産の金ごまは粒がすごいふっくらしてて、普通ごまってペチャっとしてるイメージがあるんですけど、はい、粒がほんと粒粒で食感がすごくいいです。ごま薄職人さんに作ってもらってるんです。あ、専門の。はい、徳島じゃないただいて四国の方で、はい、ゆっくりゆっくりどうぞ。先じゃ作っちゃいましょうか。こういう時に食感で選べないと食感力が落ちるらしい。あ、そうなの。だからあかんねんと。まあね。バターハチミツレモンシュガーと、バターハチミツレモンシュガー、はい、バターバナナシナモンシュガー。あ、すいません。あ、あ、やっぱり大丈夫大丈夫、はい、了解です。工場やな。一度決めたことだ。守る。守るよ。男らしいじゃん。あ、相手がそこに住んでる。綺麗やな。悪くないから。
ただけ食べてもらえるから。お会計はご一緒別々です、ね、はい、じゃあ420円ずつ頂戴します。そう、カルボナーラ、そう、卵もこだわり卵なんで、すごい色が綺麗やったでしょ。ラオーっていう新あのお店屋さん、他のもあの加工料理屋さんとかそういうところも使ってはる卵で、めっちゃ濃厚なんです。食事系もスイーツの中でもこのバターシュガー系はもうかなりパリパリになるまで焼き上げるんで、はい、香ばしさ的には同じような感じで香りを楽しんでもらえます。そう、以前名古屋にも店舗があったんですよ、大津商店街の中に。はい、今もクレープやってはると思うんですけど、ごまのクレープじゃなくて普通のクレープ屋さんにしはって、はい、若者も多いから、そうなんですよね。めっちゃ美味しすぎて、香りが生地からごまなので、うちの食事系はもう焼けば焼くほどどんどんパリパリと香ばしくなっていく感じですね。そう、ごま屋ならではのこのごまの料理。こんにちは、いらっしゃいませ、どうぞ。焼く時間短いので、ちょっとこうもちもち感を楽しんでもらう感じですね。お伺いします。黒ごまクリーム。黒ごまクリーム。はい。ありがとうございます。はい、じゃあまずはクッスイチゴダブルクリームですね。どうぞ。同じ生地なんですけども、全然香りも食感もすごい変わります。はい、どうぞ香りをお楽しみください。ありがとうございます。先に。はい、少々お待ちください。すみません、お待たせしました。黒ごまクリームです。あ、はい、どうぞ。はい。
ごまとその香りとみそのいいな、美味しい。これ中毒性があるってたまにお客さんが言ってくる。何も入ってないんですよ。普通にごまなんで。これまたカルボナーラが真逆の食感ですね。もう半熟とろーりを楽しんでもらうっていう。こっちはもう水の入ってる方は全部シャキシャキな感じを楽しんで。いろんな楽しみ方が。黒ごま唐揚げ。金ごま唐揚げ。